状態で、弁護人が訴訟の停止を申し入れたにもかかわらず、それを無視して控訴審の審議をせずに決定で棄却し確定させた。実質審理は一審の途中までであり、何一つ事実が明らかにされていない。また死刑事件では必要的上訴制度の導入を行い、三審での裁判を受ける権利を保障すべきにもかかわらず、十分な審理を得ることなく死刑が執行されてしまいました。それからもう一つは、この彼への執行というのは結局オウム事件の全容が明らかにならない形になってしまいました。でオウム事件というのは一つの松本智津夫さんの指示の下で事件が起きたというふうにされていますが、その指示が果たしてどういう形であったのかということ自体が問題になっているわけで、それが全く明らかにならないままに裁判が途中で打ち切られ、それで死刑が執行されてしまった。今死刑を執行する必要がないにもかかわらず、とにかく執行してしまったということは本当にひどいことだというふうに思います。でもう一つは精神障害者への執行の問題があります。で松本智津夫さん、朝原さんっていうのは、先ほど言ったように一審の途中から精神に異常をきたしておりまして、獄中で見た朝原将校っていう本にもあるんですけれども、結局最後には娘さんやなんかとも面会はかなわず、そのまま獄中で執行されてしまいました。でそういう状態に対して2007年、もう11年前ですけども、日弁連の韓国日本弁護士連合会の、会長から東京拘置所長に対して、重篤な精神障害に罹患していると思われるので施設外の精神科医による診断の上、抗不安薬の投与による薬物療法もしくは医療刑務所またはこれに準ずる施設において治療を行うなどの適切な医療措置を速やかに実施することという勧告が出されています。でしかしながらそれは一切守られることなく、そして今年の、今年になってからまた日弁連が勧告書を出しています。2018年6月18日に上川陽子法務大臣で、安倍晋三、大島衆議院議長、それから参議院議長と4か所に対して、この時のこれは朝原さん以外の7人の別の事件の死刑囚も含めてなんですけれども、政治訴訟法479条1項による心神喪失の状態に該当し、またはその疑いがあるので死刑の執行を停止するよう勧告する。で死刑確定者については適正手続き保障の観点から法務省から独立した機関において刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態にあるか否かを判定し、判定結果が死刑確定者や親族等に報告され、その判定結果の概要の公表をなされる一連の法整備を行うように勧告する。でこの勧告が出たのが6月18日なんですね。そして、なぜ今オウムの人たちが死刑執行されたのか。で私自身としては非常に個人的になんですけども、彼らの執行があるとは思わなかったんですよね。っていうのはそれこそ今言ったように朝原さん自身が重篤な病であること、そしてまたこれだけ大量の執行すると国際的にも非難を受けるであろうっていうこと、それからもう一つは法務省がそれなりに決めてたルールっていうのがあって、死刑確定順にほぼ執行していくっていうのが一応の法務省のこれまでのルールなわけです。でそこで飛ばされていくのが再審請求中の人であったり、それから恩赦を申し立ててる人、それから重篤な病気の人、あるいは、年齢が80歳ぐらいを超えて高年齢の人で、そういう人たちを飛び越して、ほぼ確定順に、でもう一つは私を早く執行しろって裁判を起こしたような人も早く執行されたんですけども、そういう例外を除くとほぼ
確定順の執行っていうことであったわけです。でそういう形でどんどん前の人を執行しろって言ってるわけじゃなくって、今回大物の人たちの確定順位でいくと決して早い順番ではない、まだまだ先のはずなんですよ。それをわざわざオウム真理教はとんでもない凶悪犯だっていう形で順番を繰り上げて死刑を執行してしまいました。でだから僕はこれは絶対ありえないと思ってて、本当に今日の朝驚愕したというか驚いてしまったわけです。で、もう一つお話しておかなきゃいけないのは、私たちは、フォーラム90は4年に1回死刑確定者へのアンケートを行っています。で今年は大物関係の人の返答が非常に少ないというか1通しかなかったんですけども、新見さんなんですが、その返答以外に、中央厚生審議会に御社も彼は提出していたわけです。でこの御社の出願書を記者会見で読んでほしい万一のことがあればっていうのが彼の話だったんですが、ちょっと長いのでどう読んでもらう見たものかっていうのをちょっと今から考えますので、次の発言の後ぐらいにもう一回あれしたいと思います。それからもう一つあって、年俸死刑廃止っていう本を年に1回出してるんですが、今年それでオウム死刑囚からあなたへっていう特集を準備していました。ほんで締め切りがまだだったんですが、その中で唯一早川清秀さんから来た原稿があります。でその原稿の一部分を読んでみたいと思います。現在の心境、被害者の方々やそのご遺族の方々、また何も知らなかった家族や友人、教団の方々に対する申し訳なさは、事件発覚から23年経った今も薄れることはありません。真理のため、救済のためと思って戦い、テロを実行して得られたものは苦しみと悲しみでした。真っ暗な絶望の中で、なんとか正気を保ってたのは、かろうじて残っていたブッダ釈迦牟尼への信仰心のおかげでした。その信仰心により、獄中で修行を始めることができました。そして心の安らぎと歓喜を得ることができました。それからもう一つは、死刑制度については、国民が殺生のカルマを負うので、それだけ国民のカルマが悪くなりますから、やめるべきだと思います。どうにも やめられないのなら、せめて死刑の基準を明確にすべきと思います。特に共犯がいる場合の基準はないに等しいと思います。オウム事件の場合は、共同強行正犯だからという理由で、自分では一人も殺していない者が死刑で、自分で2人も殺している者が無期というのは、どう見ても公正な裁判とは言えません。また共犯での役割や位置づけなどに多くの事実誤認が見られる中での死刑判決はどうかと思います。さらに強行共同正犯といっても、オウム事件のようなグルと弟子という関係性の中で行われた犯行は、共謀という概念には馴染まないものです。私の判決に出てくる事件の動機や目的にしても、グルの動機や目的を推察したものであり、それらは私たち弟子の犯行の動機や目的とはまた違います。私たち弟子はなぜあのような犯行を命じたグルの指示に従ったのかということを語れても、なぜあのような犯行の指示を出したのかということは推測しかできません。これを本当に語れるのはグルであった松本死刑囚だけです。このまま死刑が執行されたなら、正解は永遠に謎のままとなるでしょう。ぜひともご本人の意見を聞いてから死にたいものです。私が まず私から以上です。じゃあすいません、海藤先生お願いします。それでは特定非営利活動法人韓国人権センターの代表しております弁護士の海藤と申します。
我々の意見は声明を出しておりますので、我々は全ての死刑の執行に反対しているわけですけれども、今回の死刑についてはとりわけ大きな問題点があるというふうに考えております。その第1点目は、松本智津夫氏に対する死刑執行の点です。これは刑事訴訟法に違反している可能性が極めて高い違法な執行だったというふうに言うべきだと思います。刑事訴訟法の479条の1項は、死刑の言い渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によって執行停止するというふうに規定しております。日本弁護士連合会は、一般市民、これは山際栄三さんという映画監督の方ですけれども、の申し立てによって、7年間にわたって慎重な審議を行った結果ですね、今年の6月15日付、実際の文書は6月18日になってたかと思いますが、8名の死刑確定者が、道場が定める心神喪失の状態に該当し、またはその疑いがあるので死刑の執行を停止するよう、上川大臣などに、内閣総理大臣や、衆参議長にもなんですが、勧告を出しております。で、この勧告書そのものは、日弁連のインターネットのホームページを見ていただくと、加盟処理がされた状態でウェブにアップされております。したがってその対象の8名が誰かということは、読めば分かりますけれども明示されていないわけですけれども、今日この山際栄三さんから、許可をいただいて、原本のコピーをしてきたものを記者の皆さんにお配りしました。ちょっと見ていただけばいいと思うんですが、この山際さんに対して勧告書及び匿名化した調査報告書を当連合会ホームページに掲載しましたというのが山際さんへの通知文の中に書いてありますが、それが出ているわけですけれども、皆さんにお配りしたのは5ページ以降になってますが、5ページまでにはですね、個人名がまさか出てくるんでですね、ちょっと加盟処理をしている暇がなかったので、加盟処理したもの自身はウェブ上で読めますので、それをぜひご覧ください。それで、これの18ページまでが、韓国本文なんですが、別紙1ということで、本件死刑確定者1から8、残りの方々は、プライバシーの問題もあると思いましたので、ここでも消させていただきましたが、6番が朝原祥子こと松本智津ということではっきり確認できると思います。この勧告書は皆さん手に入れていたと思うんですけれども、加盟処理されていたためか、どの報道機関も全く、報道されなかったということで、私はそれは非常に残念になっているんですが、それは日弁連の対応にも問題があったかもしれませんけれども、これだけ執行が迫っている時期に、とされている時期に、こういう非常に適切な勧告を出しながら、そのことが報道されなかったということ、これ自身が、非常に残念に思います。しかし、こういう事態になった以上、この申し立てをされた方の同意を得て、本人の名前が載っている原本のコピーを記者の皆さんに提供させていただくことにいたしました。で、20ページ以下はこれ、ウェブに載ってないものです。松本智津夫さんの、精神状態に関する日弁連がどういう認定判断をしたかということが、具体的な証拠とともに、記載されております。極めて重要なもので、実は日弁連自身が、事件委員が実際に面会に行っているということ、それからさまざまな精神科の専門家の方も行っているということが分かります。そういうその具体的な、調査活動の結果、本人は拘禁反応であるというふうに、認定がされていると。で、心神喪失の状態に、現在も重篤な拘禁反応に罹患していて、心神喪失の状態にある疑いが強いという認定になっているということです。弁護士会という非常に公的な性格の強い団体が、長い時間をかけて慎重な審議の結果、こういう認定判断になって法務大臣に明確に勧告をしていたにもかかわらず、それに対して、独立した立場でのですね、
松本智津夫氏の精神状態の判定といったことを一切することなく死刑を執行したということ、これは極めて重大な人権侵害と言えるのではないかと思います。松本氏に対する死刑執行は心神喪失が強く疑われながら2007年12月に死刑執行された藤間清波氏の事案以来の暴挙であるというふうに言ってよいのではないかというふうに考えます。2番目がその報道によりますと本日執行された7名のうち、まあ、先ほど岡田さんから4名とおっしゃいましたが、我々の掴んでいる情報では6名ということなんですけれども、6名は本日現在再審請求中であったというふうに聞いております。で、再審請求中の執行は継続中の事件について司法判断を受ける死刑確定者の権利と判断を行う司法の権限を共に否定するものです。死刑確定者の権利を侵害しただけではなく、まあ、司法の権威そのものを否定した暴挙であるというふうに言っていいと思います。まあ、日本の戦後の、刑事再審の中で死刑が確定していたものについてですね、死刑再審が開始されて無罪になったケースが4件ございます。こういうその法務大臣のやり方を許していれば、無罪と なるべきものが、そういう死刑再審 その扉が開かれる前に処刑されてしまうという事態を防ぐことができない。日本の場合は非常に法務大臣が今まで慎重な姿勢を取ってきたために、この4名の方々は死刑囚でありながらちゃんと生きて生還することができたわけですね。しかし、最近はその辺は非常に危うくなってきていて、死刑執行された者の中に無罪だった者がいるのではないかということで、再審請求がされている事件が、いくつかあるわけなんですけれども、今回のこの 6名のうちにはですね、やはり、再審請求が認められて死刑判決が相当でないとされるべきだったものがいるのではないか、国連の人権規約委員会、そして国連の人権理事会、などからもですね、日本政府に対して再審請求中の死刑は執行しないようにということが強く勧告されていたわけですけれども、この間確かに我々としては非常に嫌な予感がしていましたのは、2017年に先ほど深田さんからも報告がありましたが、2回にわたって合計3名の死刑確定者に対して再審請求中にもかかわらず死刑執行がされる、これは20年ぶりぐらいの暴挙だったんですけれども、こう2回続けてそういう事態が続いていて、これは死刑 再審請求中のものを大量に処刑する今回のオウム真理教関係者の死刑執行の準備だったのではないかなというふうに我々も疑っていたわけですが、本日の執行は去年1年準備されてきた再審請求中の死刑執行、それが今回のような大量処刑の準備だった、布石だったということが明らかになったというふうに言えるのではないかと思います。上川大臣は常日頃誰一人取り残さない社会を実現するというふうに公言されているわけですけれども、今回明らかになった事態というのは2019年に予定されている天皇即位の礼、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、そして京都における国連犯罪防止会議、こういう一連の行事の前に何としてもですね、平成中に起きたテロ事件の処理は平成中に行うという、こういう強固な決意、これを示したものだというふうに言えるのではないかと思います。今後も残る6名のオウム真理教の元幹部である死刑確定者をはじめて、として死刑を執行することで死刑確定者を一人残さず社会から抹殺排除していこうという、そういう決意の表れではないかということで、大変我々としては何て言うんでしょうか、身振りすること恐ろしいというふうに感じますけれども、数々の国々で死刑が執行が停止されたり死刑廃止に向かう直前に大量の処刑が行われるということが現実にありました。韓国がいい例だと思いますけれども、そういう意味で今回のこの暴挙というのはやはり、国民が死刑制度の本当にこのような状態でいいのか、今日、テレビの報道で、今死刑が執行されておりますみたいなそういう報道がされていてですね、これがおかしいというふうに考えるその市民 その良識というものが何とか芽生えてこないものかなと、こういうその死刑執行が見せ物になるようなこういう
死刑証のようなことがですね、あっていいのだろうかという、理性の声というものが、起きてほしいなと思います。我々は全ての人間の尊厳が尊重される社会を目指し、死刑の廃止、そして死刑の執行の停止に向けて、今後もあらゆる努力を傾けていきたいと思います。以上、我々の意見としてはこの程度させていただきます。韓国人権センター事務局の弁護士高藤と申します。韓国人権センターの意見としましては、ただいま会堂が申し述べた通りですが、少しだけ私の方から、加えさせていただきます。本日、7名の死刑確定者が、死刑執行されたということで、やはり国民の中でも大きくこの点は受け止められ、ニュースの報道も多くされているというふうに聞いております。オウム真理教 この衝撃的な事件の一つの終わりだという見方もあるようですが、被害者の方々の苦しみは終わるわけでもありませんし、これ死刑をもって事件が解決するというわけでは決してございません。今回死刑を執行することによって、何か解決するものが果たしてあったのでしょうか。今回の死刑執行が、今後の日本の死刑廃止の国民的議論のきっかけになることを、せめてのものとして、願いたいと思います。以上です。一応発言者からの発言は以上ですが、はい、今から深田さんが追加報告します。アムネスティはオウム その13名が確定したときに世界から大量に執行してはいけないという署名活動をしました。それで、もちろん死刑に基本的に反対しているのでそうなんですけれども、ちょっとつまんないことで言いますが、今サッカーをやっているのでサッカーの話をアムネスティは決勝トーナメントに行ったチームがどういうチームかというのも言っているんですけども、16チームのうち、日本も含めてですね、16チームのうち15チームは死刑を廃止している国なんですね。で、日本だけが死刑を存置しているということもあって、そういうことも含めてぜひ報道もしていただければなというふうに思います。じゃあ、すいません、またフォーラムの深田です。先ほどちょっと紹介しました、新見さんが5月23日に御社出願して6月29日に補充書というのを出しています。で、これを全文読んでほしいらしいんですが、16ページあるんで、そこのごく一部食材の思いというところだけ朗読します。ある共犯の死刑確定者が人を殺すために出家したわけではないと後悔の念を述べていました。私も同感です。これがバージラヤーナの目的のためには殺人を肯定することは現在では時代遅れです。私たちの徳がなかった、冷静と知性が足りなかったのでしょう。深く反省しています。私は今回の事件以前に懲罰はありません。また逮捕後拘留されてから懲罰もありません。今も大阪拘置所の規則を遵守しています。虫も殺生しないよう用心しています。もう殺生の指示をする人はいません。今は償うことだけしか頭にありません。生きとし生けるもののために私の残された生を捧げます。死んで償うは確かにカルマは落ちるし、殉死殉教ですから超越的な真理に自己を犠牲にできます。実際池田大作殺人事件において私は死にかけ九死に一生を得ました。しかし逆説的に自己を犠牲にできるなら他者も犠牲にできると非難されかねません。生きとし生けるものとしての私と見た場合、どんな悪人であろうが生きて償うことの方が慈愛に満ちた行為の選択です。日本の文化空気の支配は死んで償うことを強要します。しかし伝統文化も良きものもあれば悪しきものもあります。命を軽視する文化は超えるべきものです。日本の文化も進化の途上です。これからも進化していくと私は信じます。その本来の文化から見れば死んで償うはいかがなものでしょうか。子どもたちに残したい大切な文化でしょうか。世界の潮流からしても超えるべきものだということがおのずと明らかです。
私は自分の命を大切にし、他者の命を大切にすることを誓願します。私は他者であり、他者は私である。私と他者は、これマイナス？防線が引いてあるんですけど、なのです。今後も事件の責任を他人に転嫁せず、その責任を真摯に受け止め、反省の日々を送る所存です。というふうに。そうですね。さっきの防線はイコールですね。それから、フォーラムへのアンケートの回答の中でも、一箇所、あなたの処遇について、衣食住の環境、状態について不満や希望がありましたら、という質問に対して、生かしていただけるだけでありがたき幸せに存じます、というふうに答えています。このように反省の日々を送っている人たちを、それも若い時に起こした事件で反省している人を執行してしまって、一体何の意味があるんでしょうか。以上です。以上、何かご質問あればいかがでしょうか。今日通信にあたり、すみません、今のアンケートで何年の5月に、何年何月何日に寄せられたものですか。アンケートは今年の7月末までに締め切りをやって、でこのアンケートを送ってくれたのは、到着が6月15日に着いた。はいはい。の早川さんのコメントのところは、これは2週間ぐらい前に。2週間ぐらい。はい。今年の。今年のだからほとんど衣装みたいな感じで書いてます。6月下旬。はい。それから新見さんの補充書はここにありますので、後で持って帰っていただいて大丈夫です。先ほど申し上げたこの日弁連の勧告書なんですが、おそらくプライバシーの問題があるということで、仮面処理したものしか公表しなかったんだろうと思うんですね。しかし申し立ておられた方がその現実に申し立てしたときには、これは どの人についてこういう申し立てしましたっていう記者会見を開いて申し立てをした、そういう案件なんです。でそして、ご本人が申し立てた本人である山際栄三さんも映画監督ですが、もうこれはこう少なくとも処刑されてしまった松本千鶴さんについては公表してもらっていいと、むしろ公表してくださいというふうに音遣ってきましたので、こういう日弁連から非常に立派な調査に基づいて勧告が出ていたのに、それを政府が無視して、上川陽子大臣に直接、18日にはちゃんと届いていたはずの勧告を無視して処刑されたということは、ぜひ報じていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。他にご質問ないですか。執行のルールとか、あと今回はメディアに事前に多分死刑執行が、リーク何らかの形で伝わっていたというふうに思われるようなこととか、かなり例外的なことが積み重なっているようにも見えるんですが、それに対して所感とか、あるいはその何というんですか、こう今後に対する懸念なり、あるいは何かそういう特別なものがあったらちょっとご意見をお聞きしたいんですけど。ちょっと、できれば正確な事実関係をむしろ教えてもらいたいぐらいですが、僕の確認しているところでは、そのフジテレビの朝の、その番組にその被害者の方が集められていたんですか。
テレビの朝 そのモーニングショーで、死刑執行になったその事件の被害者側の人たちが集められてたというふうに聞いてますけど、その通りでます。その被害者の件は私も見てないと、フジテレビの方がいる、フジテレビの方がおられますか。なんかその後そのいや僕もその実際にテレビが見れてたわけではないので、報道ちゃんと確認してから発言するかもしれませんが、試験対象になった人たちがどういう事件だったかがちゃんと事前にビデオでそのバーッと流されたらしいんですね。ということは事前にそのビデオが編集されていたということですから、その対象者の人たちがちゃんともう分かっていて、そういう準備がされて番組が作られているように見えたというふうなことも聞きました。まあ、そういう意味では今まで、その当日の朝にその死刑執行情報が漏れることはあったように思いますけれども、まあ、それよりも 前の段階で、死刑の執行の情報がそれも特定の報道機関に漏らされていた可能性があるのではないかなと、まあ、そしてこの死刑について賛成であるという意見が報道機関で流されるという状況を作ろうとしたんだとすると、まあ、それこそその世論操作がされているというふうに思います。だから、そういう死刑報道のあり方ということは、まあ、今後よく検証してみる必要があるんじゃないか、ちょっとどういう報道だったのか全貌を確認した上で発言するべきだと思いますので、まあ、今日この程度にさせていただきます。先生、一つだけ確かなのは、はい、今日のお昼の12時の NHK ニュースで、はい、午前7時に東京拘置所に検察官6名が入っていくところは映像で撮られてるんですね。ああ、なるほど。で、僕らの執行がある場合には検察官が朝入りますので、それを監視するというか、当方に執行がある可能性があるのに当方の前に行って待ってたりしたことあるんですが、確認できたことは一度もないんですが、 NHK が7時に撮ってるということは当然事前から知ってなければ撮れないわけで、それだけは確かだと思います。まあやはり死刑ということは非常に、まあ、厳粛に考えなければいけない問題で、だけどそれがそのこういう形で、お茶の間のそのなんてワイドショーみたいなところで取り上げられてですね、そして過去の大河無神教の事件がこうだったか、だけど今深田さんが読んでくれたような今のその、実際に死刑を受けた人たちの声みたいなものが、きちんと報道されないという形ではですね、やっぱり死刑制度についての公正な世論を作っていくということはとても難しいと思いますね。そういう意味でも、今日、まあ、この場で深田さんが早川さんと新見さん の声を読んでくださったことは非常に大きな意義があるし、もうこれこういう非常に説得力があったと思いますけれども、こういう罪を犯した人 その冷静な反省の声というものもきちんと報じてほしいなというふうに心から思いました。あと何かございますか。ちょっといいですか。はい、やっぱりですね、僕はその、まあ、先ほど その、まあ、声明は人権団体としての公式な意見なんですけど、もう一つだけ僕の今個人的な思いを付け加えさせていただきますと、オウム真理教の事件に関してはまだまだ考えなければいけないこともいっぱいあったし、もっとたくさんの人が、その自由にその話す機会があった方が今後二度とこういう事件が起きないようにしていくという、まあ、教訓を得るためにも大切だったのではないかなと思います。事件から時間が経てば経つほど、その当時 そのことを、まあ、正確に思い出して語れる環境というものが生まれてくるわけで、そしてその実際の一番重要なその中心人物であった松本智蔵さんが法廷の中で自分のやったことについて正確に何も語らないままで、処刑されてしまうという事態というのは、やっぱりその歴史的な事実というものを明確にして、我々がきちっとこの事件から教訓をつかみ取るという、機会を永遠に奪ってしまったという面でもですね、非常にまずかったことなのではないかなと、いうふうに思います。で現実にその今回処刑されたオウム真理教の関係者の方々というのは、
若い頃にこの宗教に帰依されたでしょうけれども、非常にその優秀だった方々が多いし、その自分のやったことについていろんな角度から反省していろんな発言もされていた。でそれをもっともっとその、深く追求していけばですね、こういう悲惨な事件が起きなくなる、この日本の社会そのものがそういう事件を二度と起きないような反省を得るために、もっと有意義な貢献をしてもらえた方々だったんじゃないかなと、そういう観点から見ても非常に今回の処刑は残念に思います。どうぞ。すみません、はい、NHK ですけども、今回の死刑、まあ、7人同時しかもオウム事件の死刑を執行されたわけですけども、これによって、まあ、他の死刑確定者に対する人権だったりですね、受刑者に対する人権、これに何かしらの影響というのはどのようにお考えでしょうか。その上で、団体として今後具体的にどのような活動ですかね、これを受けている活動、何か今考えているものがあれば教えてください。僕自身も実は死刑確定者の再審事件というのを、2件抱えてやってるんですが、その私はもちろん処刑される対象ではないですが、事件担当してるだけでも以前と緊張感が全然違いますね。そのだって今までは、まあ、再審請求してれば とりあえず処刑されることはないだろうと。で、もともとそういう事件やってた時の我々の重要な点は、決定が来た時にちゃんと期限内に広告理由書を出すとか、まあ、実は即時広告書って3日以内に理由まで書いて出さなければいけないんですけどね、海外出張中に決定が来たらどうしようなって、まあ、ずっと思ってましたけれども、でも今は一生懸命そういう事件をやってても、ある日突然そういう死刑執行という現実を突きつけられてくる可能性があるわけですよね。そのことを、まあ、僕らは弁護士だから今のような話し方しかできませんけれども、当事者である死刑確定者にとってみれば、今は 毎日がその処刑の恐怖におののく日々になっているんじゃないかなと思いますね。何も歯止めはなくなっている状態なわけですね、法的には。そういう状態を作るということそのものが、死刑確定者の精神をその大変痛めつけてるだろうなというふうに思います。だからましてやその天田岩さんは、まあ、一応今釈放はされてますけれども、前回、非常に良くない決定が出て、もし最高裁の特別抗告が棄却されたら彼はまたその東京拘置所に戻されるということだってありかれるんですが、そしてその死刑再審請求中であっても処刑するんだということが、まあ、国の意思であるということを、これだけ明確な形でですね、6人まとめてですから、これは再審請求しているかどうかということは死刑執行と関係ないということを宣言したに等しいわけで、人権と何か影響ありますかと言われても、もう人権自身が粉みじんにされているというふうにしか、私にはちょっとコメントできないんですけど。先ほど言ったフォーラム90のアンケートなんですが、まだ7月末締め切りなんで半分ぐらい40人から来ているんですけれども、やっぱり4年ごとにずっとやってると、だんだん相手が年取っていくだけじゃなくて、すごく精神的に壊れていってるっていうのがよく見えるんですよね。アンケート見てると正常だ、もっと正常だったけど、袴田さんなんかものすごく明晰な文章を書いて、彼の昔の手紙なんか読むとすごい名文美文であって、こういうきちっとものを考えて自分の無実を主張していい文章を書いていた人がこんなにもう壊れてしまうんかっていうぐらいに壊れちゃったとこあるわけですよね。自分は世界の王様だみたいな。でやっぱり山野誠二郎さん、有瀬一郎さんとかっていう、やっぱり無実を主張している埼玉での事件の死刑囚なんですけども、この人も昔上手な漫画の絵を描いてたような人だったんですけど、常に
自分は天皇だと言い始めて、でそういうふうにやっぱりなんかね、長期に拘禁されて、それも無実であってっていうような状態で、で再審への道が全く開かれない、何の希望もないみたいなところで、壊れない方がおかしいっていう感じですよね。でそこでもうかろうじてみんななんか希望を持って生きてきてるわけなんですけれども、今回みたいに再審請求中の人が執行されてしまうってなると、本当に古い方から順番に見ていくと、とにかく生き残ってきた死刑囚たちがもういつやられるかわからないっていう、もう恐怖の状況にあるわけなんですよね。だから僕なんかが支援している死刑囚もいますけども、よく正常でいてくれるなっていうふうに思ったりもするけど、本当になんていうか、あの日本の監獄っていうのはもうむちゃくちゃの状況だっていうのは、今回の、あの7人同時執行みたいなのを含めて、そこを通して見えるものっていうのはやっぱり日本の監獄の実態のひどさ、それからあの司法のむちゃくちゃさ、この間の袴田さんの再審が開始されなかったことを含めて、日本の裁判所っていうのはなんてひどいところだ、なんてこの国は野蛮な国に私たちはいるんだっていうことを本当にちゃんと報道してほしいというふうに思います。何か答えますか、でしょうか。それではあの今日はこれで終わりますが、あのまだ6人の方がその同じ、まあ、オウムの方で確定して残っているということもありますし、ぜひメディアの方にはですね、本当に抑えてクールに、アムエスは今あの総会を世界中集まって総会をやっている最中なんで、今日事務局長はいないので、あのちょっと大変残念ですが、その圧倒的に少なくとも国連で100何カ国か100カ国以上の人が国がですね、毎年暮れに死刑執行するなということを言ってるわけで、そういう中の日本の人権状況が、まあ、難民問題も含めて言えばむちゃくちゃなんですけども、その人権状況がいかにひどいかということをぜひあのクールなことで